北千住止まりの常磐線がおいらの仕事場で人の金を黙って頂戴するすりがおいらの仕事なんだ。窓から見える小菅の刑務所には仲間が世話になっているが、おいらの腕は超一流だからパクられはしないよ。昔は山手線にも手を出したもんだ。あそこは札の旦那多すぎる。客も客でなけなしのくせに大騒ぎするんだから、この道に入っても20と4年、やばい時も幾度があったけど、それはそれでまた立ち回り、そしてこれまでやってきた。近頃は見たこともねえような若造がよ、でかい面してやってきてよ。おっさんは技術なんて言うけどよ、金になりゃいいんじゃないか。14年の間に昔の仲間みんなチリチリバラバラよ。仇になったやつもいれば信じまったやつもいれば、いつどこで張ってるやら、ああおいらどこで死ぬのやら。だけど仕事には命をかける、北千住の常磐線、北千住止まりの常磐線がおいらの仕事場、人の金を黙って頂戴するすりがおいらの仕事なんだ。ありがとうございました。